君と僕は読書仲間だよね。それを言うなら内緒で喧嘩？コカ派？戦友？あ、ちょ、おお、何を言ってるかな。二人の秘密だって言ったじゃないか。主の耳元で何かをささやく彼の姿を見た。まずい。何を言ったのかは分からぬが、もし脅迫でも受けたのなら必ずあやつを。